伊那電気鉄道的二重系電気機関車は、伊那電気鉄道が1929年に申請した直流用電気機関車である。保有事業者である伊那電気鉄道の戦時買収、国有化に伴って本形式も国有鉄道席へ編入され、戦後 ED33 型と改版された。1929年11月に芝浦製作所、 汽車製造において敵二重系20.21 20. の2両が申請された。すでに在籍したデキ1系、敵10系の2形式の電気機関車が、いずれも運転室前後に機械室を備える、突傾車体であったのに対し、本形式は、鉄道省が保有する、ゼネラルエレクトリック製の電気機関車である ED11 系。 ED14 型を設計の基本とした、デッキ付き箱型車体を備える点が異なる。前後つま面の中央部に乗務員扉を備え、その両脇に砂箱への砂補充口が上向きで設置された点が、外観上の特徴である。また、当時申請された私鉄向け電気機関車としては、比較的大出力の1 5 0ット吸収、電動機を4機搭載し、一両あたりの 定格出力は6 0 0ットとなり、出来1系、出来10型と比較して2倍弱の出力特性を備える強力機であった。その他10連装滑制御装置を搭載した。終電装置は、菱形パンタグラフを1両あたりに機搭載、連結機は、乗作様式の波形自動連結機を前後エンドに装備し、連結機周辺には空気制動用つなぎ管のほか、 中連運用時に使用する各種引き通し線を備える。1943年の稲電気鉄道の戦時買収に際して本形式も鉄道省席へ編入され、当初は原番号、原形式のまま運用された。1952年に実施された車両称号規定改正に際して本形式は ED33 が第 ED331ED332 と改版されたが、1961年10月には ED26 系 e d 2 6 1 e d 2 6 2と再び改版された。その間、河川電圧 1200V 規格であった旧稲電気鉄道が保有する路線について、国有化後 2500V 昇圧工事が実施され、本形式も 小圧対応改造を施行したが、その際一部の主要機器については、国鉄正式機器に換装され、同時に、重連総括制御装置は撤去された。本形式は、竣工から裁晩年まで、終始、伊那松島機関区に配置されて、飯田線で運用され、また前述の通り国鉄 ED11 系、ED14 型を模して、設計、製造された、本形式は、 国有化された私鉄が保有した電気機関車、いわゆる買収電気機関車としては最も遅くまで日本国有鉄道に在籍したが、1973年に2両とも廃車となった。廃車後はいずれも解体処分され、現存しない。国鉄 ED33 型電気機関車に関するカテゴリー。ありがとうございます。